白爵が、ね、クラリスを好きだといいう証拠は、ね、ないんですね。一切書いてないと。じゃあなんでですねルパンが伯爵をです、ね、色と欲のと罵ったのかとローリコン伯爵と罵ったのかっていうとこれはもうあの僕から見れば明らかでですねカリオストロ伯爵っていうのはルパンのシャドウなんですねもう一人の自分であろうと伯爵っていうのは何かっていうとなんかねルパンが今いる影の世界闇の世界マットの世界外れた世界から 本当の光の光世界を目指した男なんです、ね、そういうですね、古い地とかですね、祖先の財宝を信じたかったのは、自分の手がですね、血に染まってることを知ってるからですね。クラリス言ったように、そうとも俺の手は血に染まってると、しかしお前もそうだろうって言ったのは、だから、あれはね、 カリオストロン城でですね、僕がやっぱ一番あの面白いなと思ってこだわってるのはですね、なんでカリオストロ伯爵はですね、結婚と指輪を望んだのかっていうことなんですね,ね。なんでかっていうと、あの前回でも話した通りですね、カリオストロン城ってルパンの動機はですね、あまりはっきりしないんですね。あのゴード札の謎を暴くというのは不自然だし、クラリスの救出、助けるというのならば、なんかラストでやっぱりあの原版、2冊の原版欲しいのもわかんないしですね。 あと、クラリスの動機もはっきりしないと。とにかく好きでもない男の妻になるのが嫌って言うんだったら、修道院時代に逃げればいいんであってですね、<laughs> カリオストロンの城に連れてこられてから車盗んで逃げるくらいだったら、もっと警備の浅い修道院時代に逃げればいいんであ,あるし、あと、カリオストロンという国をなんか良くしたいと言うんだったら白尺と結婚して、 まあ、伯爵の時代は無理だとしても、伯爵の子供の時代というか、自分と伯爵の間の子供ですよね。絶対伯爵の方が先に死にますから。からその時代でですね、革命というかですね、あの、まあ、やり直せばいいというのであってですね。実は、ルパンの動機も目的も、で、クラリスの動機も目的もはっきりしないんですよね。で、この作品でですね、唯一はっきりしてる、なんか目的がはっきりしてるのがですね、カリオストロ伯爵なんですよ、ね。カリオストロ伯爵は割とはっきりしてると。 例えばですね、ウパンが侵入してからですね、クラリスをこう締め上げるシーンです。逃げたクラリスを締め上げてですね、人殺しっていう風に言われた時にですね、俺の手は血まみれだとか言うわけですよ。人殺しは、あなた人間じゃないわ。とか言ったそうとも俺の手は血まみれだ。お前もそうだ。我が伯爵家は代々お前たち、対抗家の影として暴力と暗殺を司り、国を支えてきたのだ。それを知らんとは言わさんぞ。 っていうふうにこう語りかけるわけです。クラリス400年の長き月日、光と影に分かれていた2つのカリオストロ系が今1つになろうとしているんだよっていうふうに、まあ、クラリスに言い寄るというかですね、グヘヘヘという風な感じで言うわけですよね。で、これがですね、なんかこの2つの指輪を1つにすればですね、秘められた先祖の財宝が蘇るのだというふうにカリオストロ伯爵がこうクラリスに詰め寄るわけですね。ここら辺で まあ、カリオストロ伯爵の動機が発揮してくると。このセリフでわかる通り、伯爵の目的は、一応カリオストロ家の統一、二つに分かれたカリオストロ家の統一と、秘められた財宝であると。ただですね、なんかそれだけじゃない感じがすると。それがですね、あの、ルパンが指摘していることなんですね。ルパンがですね、最初にあの、侵入した時にですね、あの、えー、襲われた時に、影と呼ばれるですね、なんか手が詰め出てる奴ら、これの正体が女道だったその女道の背中にメッセージをつけたと。 で、読めっていうふうに言って、母っていうふうに読んだのが、色と欲の伯爵殿、花嫁はいただきます。近日三条、ルパン三世っていうふうに予告状を出してるわけですね。で、これを聞いてるときのですね、伯爵はふふんっていう感じで、すごい余裕で聞いてます。え、色と欲っていうのは何か色っていうのは、まあ、あの、性欲のことですね。で、欲っていうのは、権力への欲望ということです。 つまり、色と欲っていうのは、まあ、女も欲しいし、金も欲しい、権力も欲しいっていうふうに言うんですけども、まあ、予告上でですね、白釈のですね、隠れた欲望という、そのクラリス自身への恋暴、愛情、恋愛感情っていうのを指摘したと。でも、しかし白爵は余裕なんです。なんでかっていうと、白爵にとって、多分この時点ではクラリスは恋愛の対象ではないと。だからこそ結婚まで修道院に掘り込んでたわけですよね。 もし恋愛対象だったらですね、結婚式まで修道院に掘り込んでおくはずがないわけですよ。そんなもん適当に何かいいこと言ってはいいわけですからですね。適当になんだ、だったりなんとかしとて、まあこれほどの手腕がある人だったらですね。 あの、10歳ぐらいの娘をですね、5年間ぐらい手、あの、手名付けときは何とかなるものをですね、あの、何年間か修道院に掘り込んで全くきをしなかったということは、実は興味がなかった。それまで興味がなかったという証なんですね。ということを知っててもですね、ルパンはですね、最後にですね、クラリスを助けるシーンですね。大司教に化けて結婚式に忍び込んだルパンは、隙をついてクラリス、 を抱き寄せて、おまけにですね、指輪まで奪います。で、その時のですね、ルパンは、おじさまって助け、あの、抱きつかれたら、ムフフフと大喜びに喜んで、焼かない焼かないロリコン伯爵、火けすすぞって言って、こう、コートを開けるとですね、そしたら中に花火がある。まあ、これがクライマックスシーン繋がっていくんですけども、ここでもですね、焼かない焼かないロリコン伯爵っていうふうに言って、カリオストラ伯爵のクラリスに対する恋愛感情をからかったんですね。でも、 それもですね、実ははっきりしてないわけです。というわけで、この映画の中で唯一、まあ目的のはっきりしている人物、カリオストロ伯爵の目的はですね、一応以上の3つに整理されると思います。 えー、伯爵のの。目的と信じられているもの今回はですね、一番最初はこれを疑うところから始まります。あと三つ。クラリスへの恋暴。恋愛感情ですね。これは意識してないので指摘されると切れるっていうふうに、まあ、一般的にはこう、ファンの間で信じられてると。この、これを一つずつ検証してみようと思います。クラリスへの恋暴ですね。恋愛感情ですね。これはね、あの、正直僕わかんないんですよ。なんでかっていうと、 この映画のですね、隅々、カットの隅々まで見たんですけども、白尺がね、クラリスを好きだという証拠はね、ないんですね。一切書いてないと。なんかそんな感じがするとこもあるんだと思うんですけども、別にあの、カットが変わったら冷酷に殺そうとしたり見捨てようとしたりしてるんで、割とね、宮崎監督としては注意して、恋愛感情みたいなものをわざとらしく入れないようにしてるんですね。もちろん、ストイックな人だから隠してるという可能性はあると思うんですけども、 ここまでですね、書かないようにするというのも、ちょっと宮崎さんとしては珍しいと。じゃあなんでですね、ルパンが白爵をですね、色と欲のと罵しったのかと。ローリコン白爵と罵しったのかっていうと。これはもう、あの、僕から見れば明らかでですね、カリオストロ白爵っていうのはルパンのシャドウなんですね。もう一人の自分であろうと。ラピュタの特集でですね、おそらくパズーは、あの、シータと出会わなければムスカになっていたっていう話をしたと思うんですけども、 同じくですね、ルパンとカリオストロ伯爵もコインの、一枚のコインの裏表なんですね。前回のですね、解説でですね、オープニング、ルパン三世のオープニング、何で生きてるのかというと、まっとうな人のまともな生活っていうのがあって、そういうところから除外された影の世界、裏の世界にルパンたちは生きてると、だから孤独なんだっていう話をしました。で、あの、伯爵っていうのは何かっていうと、なんかね、ルパンが 今いる影の世界、闇の世界、真っ当の世界、外れた世界から本当の光の世界を目指した男なんですね。実はですね、その偽札とかですね、あとあの暗殺とかに将来がないことを一番知ってるのは伯爵なんですよ。この方法ではカリオストロコークに未来がないというのを知ってるんですね。なので国連にも加盟するし、インターボールにも友人作るし、自分の結婚式を世界中に生中継させようとするんですよ。 で、一番古い貴族の地とかですね、祖先の財宝というのも、なんとかそれを作ろうとしてんのもですね、まっ当な世界に行きたいと思ったからなんですね。そういうですね、古い地とかですね、祖先の財宝を信じたかったのは、自分の手がですね、血に染まってることを知ってるからですね。クラリスに言ったように、そうとも俺の手は血に染まってると、しかしお前もそうだろうって言ったのは、だから、あれはね、ツンデレであって、本当に綺麗な言葉であれば、だから二人で、 手と手を取り合って、本当の明るい、あの、なんだかまともな世界に生きようじゃないかっていうようなことを言おうとしてるわけですね。だから、豪華な食事とかですね、あの、晩餐会も結婚式もすべて闇のカリオストロ伯爵家に対する反発であって、自分が滅ぼした対抗家になりたい人間なんです。もともとルパン三世っていうのはカジノに忍び込んだルパンが盗んだ金が偽物だと知って、それを捨ててカリオストロに来た。 ルパン自身も実は闇の世界に疲れを感じていて、本物の世界に憧れてカリオストロに来たんですね。で、だからこそ、そこでクライスに会ってしまうと、だからこそ、カリオストロ伯爵が金と名誉だけでなく、クライスも欲しがっていると、思い込んじゃったんですね。ルパンとカリオストロは全く同じ人だから、二人とも闇の世界の住人で、二人とも光を目指すと。ただし、ルパンは光を目指すという時に、泥棒の流儀で目指す カリオストロ伯爵は自分がこれまでやっていた陰謀の流儀で光の世界を目指すと。実はそのお互いの手法を堅くグにま、なんか守る職人気質のですね、<laughs> 野郎なんですよ、両者もに。だからこそですね、ルパンはカリオストロ伯爵が自分と同じくクラリスを欲しがっていると思い込んじゃうんですね。カリオストロ伯爵、そんなこと一言も言ってないんですよ。<laughs> あの、クラリスが欲しがっているというふうにですね、言っているのはルパンの一方的な思い込みで。 で、僕はそういう関係のやつを知っててですね、これ何かというとですね、あの、ジンとバリストンなんです、ね。ハンターハンターに出てくるジンとバリストンというのはですね、両者とも実は同じ人間なんです。俺とお前は似た者同士思いつくが下の道ばかりっていうふうに言って、だからこそお互いが許せない、許せないっていうふうになっちゃうわけですね。 ひょっとしたら、ルパンとカリオストロっていうのは、出会いの順番が違ったら、だって、ジエンだって、ゴエモンだって、いい加減ね、クソみたいなやつですからですね。<laughs> 出会いの順番さえ違ったら、カリオストロと白爵とルパンっていうのは、互換性があったっていうのかな。あの、相棒になれたかもわかんないし、まあ、修正、お互いのことを大嫌いだったかもわかんないんですけれどもですね。あの、ルパンとクラリスと白釈っていうのはですね、本来出会うべきではない三人が出会ってしまった、 悲劇でありますだから。クラリスは結局このお話で解放されたんですけども白尺は死んでしまってルパンは このルパン事変を最後にですね、歴史から姿を消すっていうふうに僕は考えてます。えー、なんかね、ルパン三世カリオストンをしろって、かつてアイドルの人、西村智美さんとかそういう、まあまあまあ、一昔前のアイドルの人がですね、みんな大好きって言ってて、あんな恋がしたいって言ってて、ルパン三世は私の理想の男性ですって言うんですけども、絶対あいつら味方が間違ってると思うんです。<laughs> <laughs> <laughs> それは中学生、高校生にしたらそう見えるかもわかんないんだけども、そんなことねえよっていうふうにですね、この、あれから四年っていうですね、<laughs> カリオストロの城を公開から4年経った時に出た本なんですけど、この中で宮崎駿さんは、もうとにかく本音をですね、最後のインタビューで言いまくってるというところがありますんでですね、<laughs> ここら辺をですね、まあ、えー、ちょっと分析して語ってみたいと思います。基本ね、このね、ジブリを語るシリーズっていうのは、 あの、岡田斗司夫の妄想を語るというふうにやってみようと思うんですね。ラピュタにしても、今回のカレオストロにしても、あまりにもですね、その、書かれてないことが多すぎる。宮崎駿という人はですね、いざ研究してみて分かったんですけども、ものすごい自分のスタイルがある人で、えー、さっき言ったですね、貨幣の歴史とかですね、紙幣と貨幣が切り替わったのがいつかとかいうのはもう分かってるんですね。さっきのですね、あの、ゴートの歴史を、 何、何枚かの絵で説明するときに、なんでブルボン王朝が滅びたときのナポレオンの絵を出すのかとかっていうのはですね、もう見ればわかるんですけども、ちょっと見にはですね、絶対わかんないように書くんですね。もうすごい、テレアというかツンデレというのもなくど、も、ひねくれ者中のひねくれ者なんですね。そういう人の作ったものを読み解くっていうのはもう妄想ですというふうに断るしかないんでですね、まあやってみようと思います。というか、アニメってやっぱりね、あの、 まあまあ宮崎アニメに限ったことじゃないんですけども結構ねその作ってる人間めちゃくちゃ考えてるんですよで。それはもう自分でアニメとかゲームとか作ってる時から嫌っていうほど思い知ってるしだからその漫画家とかあのアニメ監督とかのインタビュー見たらみんななんかものすごい 言いたくて溢れそうなの、一生懸命抑えてインタビューに答えてるのが俺もよくわかるんです。<laughs> ものすごいと。で、それをもう全部再現なく喋ると惜しいになっちゃうわけですよ。<laughs> なので、なんかね、あの、僕らはやっぱアニメを見る側として、特にその二十歳超えて、三十超えてアニメ見るんだったら、もっと読み取った方が面白いなっていうのが今回のこういう妄想シリーズみたいなものを視点というわけであります。